こんにちは。今日は、福岡県大牟田市の、西鉄大牟田線新境町駅前に来ています。新境町駅前は以前よりも寂れていると、聞いてはいましたが、駅の正面からいきなり想像以上の寂れようです。駅前の中心市街地が寂れているのは、よくある話ですが、正直、想像を超えています。駅真正面の風景がこちらです。三里部大牟田店跡です。見ての通り廃墟です。2011年に閉店しました。10年間、そのまま放置です。建物だけならまだしも、現存する会社なのに、店名の看板まで放置されています。2階以上に及ぶ落書きが痛々しいです。西鉄バスが来ました。乗客は1名、乗り込む方が2名のようです。バス停の向こう側には、かつて、駅ビル、MAX 大牟田があったはずなのですが、取り壊されて駐車場になっています。この辺りは駐車場だらけです。駅前は、完全にシャッター通りと化しています。営業しているお店があるかもしれませんが、人通りが全くありません。この右側も全部駐車場です。舗装してある分増しかもしれません。1時間110円、24時間400円です。正面は、地元の信用金庫さんです。信用金庫の建物だけが新しく見えますが、それでも2002年新築とのこと。約20年前の建物です。他の建物との落差で、新しく見えるのかもしれません。こちらの空き地、駅に残っていた簡易な地図によると、ラッキー館という施設があったようです。おそらく、パチンコ等の遊戯施設と思われます。ハミングロード。こちらの通りも、立派なアーケードがありますが、営業しているのかしていないのか、わからない店舗が並びます。営業はしていなくても、荒れ果ててはいないので、人の手は入っていると思われます。廃墟ではありません。道路の向かい側からも見てみます。上りの立っている店もあり、営業中であることがわかります。正面のギャラリーと書いてあるところは、サンパレスという建物があって、様々な店舗が入居していたようです。こちらは完全な空き地です。これ以上駐車場を増やしても仕方ないでしょう。パーラーラッキーという施設の跡地のようです。これらのアーケードもメンテナンスが必要です。安全性の面から、撤去か大規模補修をせざるを得ないでしょう。いずれにしても多額の費用が必要になりそうです。残された時間は多くないと思います。こちらの商店街も人通りはありませんが、いくつかの商店は営業しているようです。大型店舗撤退後に、個人商店がなんとか踏ん張っている状態かと思います。この状態では賃貸料を支払いながらの営業は、困難と思われますので、土地店舗所有のオーナーさんだけが残ったと推測します。その場合でも、後継者が容易に見つかるとは思えず、現世代が現役のうちに手を打たなければ、店舗は一層減ってしまうと思われます。こちらの駐車場は、24時間まで300円です。舗装せず、ロープで区画だけ作る、
最低限の設備投資の形態、期限付きで駐車場運用する土地で、よく使われる手法ですが、期限は果たしてあるのでしょうか。左側は大型店舗でテナントが退出してしまっていますが、右側の商店街は、個人オーナーがなんとか踏ん張っている感じがします。ピンク色の夢カード使いますの旗が、痛ましく感じます。夢カードは線路向こうにある夢タウンのカードです。新栄町駅前地域に最後のとどめを刺した、ショッピングセンターのカードです。こちらも空き地にアーケードがあるという、異様な光景となっています。ここは、井筒や大牟田店の跡地とのことです。こちらは後ほど再訪します。信号待ちスキップします。井筒や大牟田店跡地を背に、大牟田駅方面へ歩いていきます。こちらは、3A というファッションビルの跡地のようです。こちらには新しいマンションが建てられています。新栄町駅は特急停車駅ですので、特急停車駅資金ということで住宅需要はあるのでしょう。しかし、駅前のあの光景を見てしまうと、住みたいと思う人は減ってしまうのではないでしょうか。こちらには真新しい建物があります。やはりというか案の定というか、役所系の建物です。大牟田市市民活動等多目的交流施設エルル、とのことです。ここで一度後ろを振り返ります。新しい市の建物とマンション。この一角だけ別の街のようです。しかしよく見れば、一ブロック先には、空き地とアーケードという、奇妙な組み合わせがあることに気づきます。ここで2分ほどスキップします。大牟田川に出ました。河川敷や橋はきれいに整備されています。しかし、振り返ると、ここにも大型の廃墟です。MR という店舗名が読めます。ホームセンターのような業態のようです。かなり以前に閉店したように見えます。検索してみましたが情報が得られませんでした。引き続き前へ進みます。この辺りの家屋は完全に廃墟のようです。サンルートと書かれたアーケードが見えてきました。この商店街については、もう何も言えません。アーケードの横には、もはや見慣れてしまった空き地です。ここは大牟田松屋デパートの跡地とのことです。2002年に経営破綻、一旦再建を目指しましたが、2004年に閉店しました。もうしばらく歩いていき、次の交差点で曲がって駅へ戻ります。この先の商店街は、シャッターが閉まっている店が多いものの、なんとか頑張っていると感じました。井筒屋の跡地まで戻ってきました。大牟田井筒屋は2001年に閉店しました。駅の東側、国道209号線沿いに、大型ショッピングセンター夢タウンが建設され、最後のとどめを刺された形になりました。皮肉にも大牟田井筒屋は、その夢タウン大牟田に、テナントとして入居していましたが、2021年1月をもって、それも閉店となっています。ほぼ駅前に戻ってきました。駅から少し離れたところでは、それなりに商店が頑張っていると感じましたが、やはり駅前の廃墟のインパクトが強すぎます。30秒ほどスキップします。駅前です。線路を挟んだ東側にあるホテルニューガイアが見えます。このホテルを保有する会社が、駅前再開発に合わせて、ホテルを建設する話があったようですが、完全に頓挫したようです。駅前のバス停、本数は少ないです。駅東側の国道209号線にはバスが次々と走っていますが、
この駅前には入ってきません。ゴミ散乱防止の看板。ゴミが散乱するほど人はいませんが、看板は新しいです。ここで思わぬものを見つけました。看板に書かれた駅前の地図を拡大します。割と新しい看板なのに、そこには、エマックス大牟田、井筒屋、サンリグ、エトセトラ。エマックス大牟田2004年閉店。大牟田井筒屋2001年閉店。サンリグ大牟田店2011年閉店。大牟田市が掲げるこの看板は、20年前から時が止まっています。これを見て思うこと、この看板が示すように、この街は20年前からほったらかしにされている。この看板と、廃墟のまま放置された駅前を見ていると、赤の他人ながら、悲しみを感じずにはいられません。この動画はここで終了です。ここまでご覧いただきありがとうございました。